18年前の真実。おちょやん。一平は襲名を決断しました。母を捨てたのは父ではなく、父と自分を捨てたのは母だったという事実。父を憎み続けた自分が許せない、そういった心境なのでしょう。第65話のお話は、父を超えるために役者になり頑張ってきたが、心の支えがなくなった。天海天海という名を永久に葬り去る、そんなことを考えている一平に千代は、花から聞いた18年前の話を始めた。18年前、優に出ていかれた天海は、もう役者を続けていけないとやけになっていた。花が差し入れを持ってくると、坊やんどないしたんと驚いている。天海が慌てて一平を見ると、優が忘れていたおしろいと口紅を顔中に塗りたくった一平が立っていた。お母ちゃんみたいになりたかったんや、お母ちゃんの顔を忘れんように。天海と花は大笑いする。すると天海は再び役者をやる気になった。一平のおかげで天海は喜劇というものを思い出した。あんたが天海天海の名を継ぐのを誰よりも喜んでいるのはお父ちゃんだけど、一平はもう遅い。父に謝りたくてももう父はいない、会いたくても会えない、そう言って涙を流す。千代は、あんたは一人やあらへん、うちがいる、と一平を抱きしめた。そして襲名興行の幕が開き、舞台上には劇団員がずらりと並び、一平の挨拶が一通り終わると千代を呼び、私事で恐縮至極にございますが、と皆がとても驚くことを発表した。すると大きな歓声と拍手が沸き起こった。第65話はこのようなお話になるようです。一平は父の悪いところをとても強烈に覚えていて、悪い親、母のいいところは鮮明に覚えていて、いい親、そんないい親が自分を捨てるはずはなく、悪い親がいい親を捨てたに違いない、そんな思い込みが、父は母を捨てたという記憶、考えになったのかもしれませんね。そしておちょやんが始まる最初から言われていた千代と一平の結婚、第13週でやっと結ばれるようです。これからは2人で劇団を支えていくと思います。第64話のお話は、元天海天海一座の面々はなぜ一平の母が出ていったのか、千之助から事実を聞いて驚いていた。天海が一平には自分が捨てたと言っていたことを、百九里はかっこつけやと笑っていましたが、漆原は、アホ、一平はお母ちゃんが好きだったから傷つかんようにしていたんやと。千之助は黙って酒を飲んでいる。彼は天海天海がどんな人物だったのかをよく知っている。自分が犠牲になっても、自分は悪者になっても、息子を守る人、そんな人だったから、千之助は共に歩んできたし、一緒に夢を追いかけていた。彼はその息子を見守っていたのだと思います。
一方、岡安では花が料理をしていました。帰ってきた亀が驚いていましたね。普段はやらないのでしょう。精がつくものを食べさせてあげないと、二人は疲れ果てて帰ってくるやろうから、と。花は一平と千代が京都に行き、優に会ったらどんなことになるか分かっていたようです。夜遅く二人は道頓堀に帰ってきました。千代が、堪忍な。うちがお母ちゃんに会おうと言ってしまったばっかりに、と。千代は一平が母に会えば、母は一平を説得して父の名を襲名するし、母と息子の十数年ぶりの再会ができる。そして鶴亀家庭劇は存続できる。何もかもいいことずくめだし、これしかないと思っていたが、蓋を開けてみれば、一平を捨てたのは母の方で、一平が役者を続けていることを憐れんでいる。挙句の果てに、疫病神とまで言われる始末。千代の中の母は、子供のためならどんな犠牲を払っても守ってくれる。一平の母なら襲名して大きな役者に成長してほしい、そう願っているはずだと思っていたのでしょう。それが全くの裏目に出て、一平を傷つけてしまった。しかし一平は、痛かったやろと千代の頬を撫で気を使いました。千代が、あんたよりマシやと言うと、襲名受けようと思うと、父親のことを散々ボロクソに言っていた罪滅ぼしやと。一平の顔は、やってやるみたいな気合の入った顔ではなく、どこか諦めにも似た感じの顔でしたね。彼の本当の気持ちはどこにあるのか。そして翌日、新聞には二代目天海天海を襲名することが発表されると、芝居茶屋や岡安も一気に忙しくなってきたようですね。一平は道頓堀の有力者でしょうか。そんな人たちのところへ挨拶回り、顔もはつらつと生気がみなぎってきているようです。しかし千代だけはどこか不審な目で見ていましたね。何か違うと。襲名興行の稽古は劇団員みな気合が入っていましたね。小山田のおうおうおうは何でしょうか。歌舞伎の掛け声よくわかりません。とっくりと言い合いになっていました。気合が入っていない、気合が入りすぎて空回りなどと、みなやる気は十分です。止めに入る一平ですが、千之助はそれを見て何も言いません。千之も千代と同じく、何か違うと感じているのか。もしかしたら千之助はこの時点ですでに一平は役者を辞めるつもりであることを感じていたのかも。父天海天海から一平の幼い頃までとてもよく知っている一平の考えが手に取るようにわかるかもしれませんね。だけど、やめるなとは言わない。こういうことは他の誰かが止めるということではない。天海天海を超える役者になるなら自分で乗り越えていかなければこれから先はない。やめるならここで天海一平は終わり、説得して続けても自分で乗り越えない未来は最悪の未来。千代のように頑張れ
と励ます温かさもあれば、千之助のように冷たく無言で見守る優しさもある。一平の周りには彼を支えてくれる人がたくさんいることを彼はまだ分かっていないのかもしれません。そして一平はやはり役者を辞めるつもりで、これまで書き上げた台本を燃やしていました。灰になっていく母に捧ぐる木を見つめながら、母が出て行った時、父天海も寂しさに酒を飲んでいた。父も同じ思いだった。そんな記憶がよみがえってきているようです。母に捧ぐる木、一平の母の愛情がこもった台本だけど、今はそれは虚しいだけの文字の羅列にしか見えない。そこへ千代がやってきて、あんた役者辞めるつもりやなと。一平はずっと憎み続けてきた父親が、実は自分を傷つけないように嘘をついてきたこと、そんなことも知らなかった自分が許せない。だから天海天海の名を永久に葬り去ると、一平は千代に何を言われてももう役者を続けていく気はないようです。しかし彼女が花から聞いたことを話し始めました。天海さんもな、役者を辞めようとしはったんやてと話し始めると、あの親父がと反応しました。それから千代は花から聞いた18年前のことを話し始めます。18年前、一平が忘れていた記憶と知らなかった深い真実。最後までご視聴いただきありがとうございました。